どうも、くまごろみさんです。本日はこちら、じゃん、ツイーザーズソルダリングアイロン938ということでね、ピンセット型のハンダゴテです。これだいぶ前に買ったんですよ、実は。なんですけど、まあ、一度も使ってないので第一線で活躍できる工具なのかどうかをちょっと検証してみようと思います。まあ、なんでピンセット型のハンダゴテがあるかっていうと、まあ、ちょっと部品が小さすぎるんで分かりづらいんですが、こういうちっちゃい抵抗とかのチップ部品一緒に2箇所溶かしてそのままつまんで取っちゃおうっていうやつですね。まあ、これが電子部品だとしたら、つまんだ時にハンダ付けポイントが溶かされてそのまま外しちゃおうみたいな、そんなイメージですね。メーカー名はね、イフアっていうのかな。まあ、よく見ますよね、このメーカー。アリエクでハンダゴテとか探すと結構このメーカー多いです。コントローラー、あ、上下逆かな。コントローラーですね。温度調整 C と F で温度表示切り替えで、一応温度はデジタルで表示されます。で、電源ですね。これがハンダゴテです。おお、まあ、こんな感じですね。まあ、ツイザーなんでこう挟めるとこんなやつです。ここのネジで初期位置変えられますね。緩めると先が広がってます。締めるとこれしか動かなくなる。あと多分先端の調整ができるはずなんですよ、これ。ちゃんと固定台もついてます。こんな感じ、ちゃんとしてます。あと替えの小手先もついてますね。ただ形は多分一緒、今ついてるやつと同じやつのスペアが1セットついてますね。まあ、これは地味に嬉しいかも。はい、そんな感じです。いやー、なんでもない、なんでもありませんよ皆さん。小手先サイズが全く一緒だったとかね、そんなことは全くありませんからね。この外枠の筒が違うんで、そのまま付け替えることはできないです。まあ、ただその辺ちょっとやればできちゃうけどね。まあいいや、まあ、そんなツイーザー型のハンダゴテ、実際使えるのかどうかね、実際試してみようと思います。それじゃあやっていきましょう。始め。はい、ということでちょっと詳しく見ていきましょう。ケーブルは結構長いので、まあ、その辺は特に心配しなくても大丈夫そうですね。なんだっけ、 US プラグだっけ。で、仕様は書いてありますね。 110V から 127V、 60Hz、まあ、44W、 マックス 240W まで使うと結構強烈なハンダゴテかもしれないですね。で、お兄さん東京なので 100V 50Hz なので、まあ、もしかしたら使えないか、まあ、使えたとしてもちょっとパワーは弱めになるかもしれないですね。で、スイッチと温度表示、まあ、表示が摂氏と華氏だっけ。あと温度調整ですね。で、使う前にちょっと気になったのが、この小手先の精度、まあ、今斜めってるんでずれてますけど、これくらいのブレが出ます。まあ、測定の方法はこれで合ってませんけど、本体をちょっとこう左にキュッとやるとぴったり合う感じですね。右側にちょっと本体をグーッと押し込むとこれくらいずれる、3ミリぐらいずれる感じですね。ガタですね。あ、ちょうどこれ分かりやすいですね。まあ、例えばですけど、こういうやつ、これスポンジです。こんな風に部品がついてたら、ここでハンダをジュジュジュっと溶かして、そのまま部品を掴んじゃって外すみたいな、そういうやつです。これはつけるときには使わないですね。外すときだけ、ハンダ2箇所同時に溶かしてそのまま部品をつまんじゃおうっていう、そんなハンダゴテですね。で、先端の位置を合わせましょう。まずこのネジで小手先が2人ぐらいのところまで締めちゃって、そうね、ほぼ閉じてる状態で、ここを緩めて、でこれで小手先フリーになるんで、目いっぱい緩めれば取れますね。やっぱこれ発光、あ、いや、あれに似てるよね。ほぼ発光なんだよな。先端の形状まで全く一緒やね。完全にコピられてますよ。太さ一緒やし、ただシャフトの長さが違います。これね、ここを締めるときにずれちゃうんだよね。これでほら、ずれちゃう。しかも締め込む方向が同じなので、ずれる方向が逆にずれるんで、ぴったりにするのはだいぶ難しい。あ、うまくいったんじゃないかな。初期状態でこんな感じ。ちゃんと先端がぶつかるようになりました。じゃあ実際部品外してみましょう。これはジャンク基板です。
そう、こういうところのね、こういう部品とかちっちゃいわけですよ。こういうのとか部品は 1.5 ミリぐらいですか。こういう部品を外すのがね結構大変で、こういうのでこういけたらいいなーなんて思ってます。はい、そしたら実際に使ってみましょう。これね、あれ、ここの棒がなくなってる。不思議なこともあるもんですね。コンセントつなぎました。電源入れます。スイッチオン。あ、一応動きますね。あ、今の温度出るよ。257度だって。300度。だいぶ上がるな。設定してその後実際温度が出るね。350度。下げると300度設定にしたらだんだん冷えてくると。いいんじゃない。370度ぐらいにしようか。温度の立ち上がりはいいですね。部品がめっちゃちっちゃいんでやりづらいんですが、チャレンジします。ちょっと先にハンダメッキしますね。フラックスも何も塗らない状態でやってみます。いきますよ。この C58 番、めっちゃちっちゃいな。取れない。いかないよ。お、いった。取れました。じゃあこの C57 番。ん？なかなか難しいのと、手が超熱い。おー、難しい。よい。溶けねえな、これ。あちいし。溶けない。370度。いや、ちょっと待って。使ってる時の手がね、まあ、こんな感じでやってたんですよ。まあ、ピンセットっぽくね、こう使えるんで。で、こうやるんだけど、親指が焼ける。超熱い。多分ね、コテの温度が伝わってないんで、フラックス塗っとくね。これだよね。C57 番。多分ね、フラックス塗ると熱が伝わってすぐ取れるんじゃないかな。ああ、ほら、取れた。ただね、この形なんで、この C45 番はね、多分ぶつかっちゃう。ここのローパスフィルターのコイル。いけるか。いや、ぶつかってんだよな。ん？あ、取れた、取れた。ごめんなさいね、もう肉眼で見えないんで。はい、取れました。やるときはフラックスは塗った方がいいみたいだね。じゃあ、この R44 番、これいきましょうか。おー、取れる。ただこう小手先にくっついちゃうんで、ピンセット必須だね。ピンセットか、まあ、もしくはチップ部品ごと小手先のクリーナーのところにゴシゴシやっちゃうからね。あ、慣れると楽だ。多分ね、フラックスがないと熱がうまく伝わらなくて取れない感じ。あ、そうでもねえか。いけた。結構難しいっす。あと熱い、やっぱり。ほい。うん、フラックスなくてもいけるわ。なんだろう、温度が下がってるっぽいぞ。ほら、280度、270度、どんどん下がってきてる。なんかぶっ壊れてんのかな。そういうわけではなさそう。温度がね、どんどん下がってきてる。240度って言ってる、今。C62 番、取ってみます。あ、溶けなくなった。
今210度まで下がってる。温度がそれならまあ無理だろうね。何もしてないのに温度が下がっていっちゃうのはなんで。スリープになった、ほら SLP 200度になったりスリープになったりしてるよ。なんでぶっ壊れた。だんだん温度が下がってたのは正しかったみたいだね。なんかスリープになっちゃったね。別に何もしてないっすよ。何振動センサー、何どうすれば戻ってくれるんでしょう。機嫌を損ねたかな。あ、温度上がってきた。ん？ん？どういうことだ。何かがあってスリープになってたね。スリープのボタンはないんですよ。そういったものはないんですよ。もしかしてこっち向きで使わなきゃダメよとかあんのかな。いやでもね、親指で押し込む形だとかなりやりづらいです。こっちの今画面でいう下側、こっちがね温度低いみたい。なのでちょっと小手先くっつけてみるね。もう一回いくよ。取れない。あ、取れた。今動いたね。温度は370度あるはずなんですが取れませんぜ。今クイクイ動かしてんだけど、多分ね温度が適当なんだろうな。溶けてねえもん。上側のパッド溶けてるじゃん。で下側溶けてないんだよねこれ。何なんでしょう。性能にすごくムラがある。さっきねバンバン取れてたんだけど取れなくなってしまった。フラックス塗ってもう一回いきます。ほら上だけ溶けてて下が、あ、取れた。ちょっと小手先にハンダー乗っけてみました。しっかり挟めてるはずなんですが取れないっすね。だいぶ弱い。抵抗はすぐ取れるな。パターンがグランドにくっついてるパターンで溶けづらいのかな、ね、これはすぐ取れるもんね。そんな気がする。コンデンサが取りづらいのは片側が大きいグランドに接してんのかもしれないですね。うん、コンデンサだと全然取れない。取れません。あ、取れた。飛んじゃった。なんかちょっとコツがつかめないね。そしたらこのなんだっけ、メタライズドフィルムコンデンサだっけ。足が2本あるので、まあ、ツイザーで2箇所ピッと溶かして取れるかどうかやってみようか。これね、なんかね溶けきんない。あ、来たかな。うん、取れた。あ、またスリープが始まった。温度が下がってきてる。これね、温度下がってきてる。これがどうすれば復帰するのか叩いてみる。振動センサー違う、向きを変える。あ、向きを変えるのが こういう何ローリングをすると目覚めるみたいですね。温度上がってきました。一応今のところ分かったのはやっぱこの持ち方の方が使いやすい。中指と親指でこの大きいカバーのところをギュッと挟んであげて、そうすると人差し指この動きだけに集中できるんで、これがいいと思う。さっきまでこっちでやってたんですけど、これだとちょっとコテ自体をホールドできないんでこっちの方がいいと思うよ。その代わりこうやってるとここの熱でここが熱い。まあそんぐらいです。ちょっと気を取り直してもう一回コンデンサ抜いてみる。今度はフラックス塗ります。弱い気がする。こういう使い方するもんじゃないんだけど、溶けねえもんだって。パワーが全然ない。あ、でもそうか、小手先の熱源から小手先まで距離あるし細いし、パワーがないのはしょうがないのかもしれないね。まだ取れないからね。片側だけ抜けたんでちょっと斜めになってるけど、ピンセットで引き抜きながら加熱してるんだけど取れません。まあ弱い弱い言ってるんですけど、ヒーターがこの辺に入ってるんで、で実際ここでハンダ付けするじゃないですか。ここが細いし長いんで、ここの温度は370度になってるかもしれないけど、ここはなかなか上がらないのと、先端の温度が下がった時のリカバリーが多分遅いんでしょうね。なのでやるべきは370よりもやっぱ温度上げて、一応今420にしてみた。はい、420度になりました。
多分ねこれぐらいなんじゃないかな。で結局420度になってるのはここのヒーター部分なんで、まあ、こっちまでちゃんと熱くなるのでちょっとだけ待ってあげて、それでやっていこう。でこの C53 番、あ、取れる取れる、あ、取れるよやっぱ。なるほど、コツをつかんだ。温度が高め、今420度設定ですけど、感覚的にはこれで320とかそれぐらいの感じ、発酵の FX600 の場合ね、320度にしたら多分これぐらいのスピードで溶けますね。なのでマイナス100度ぐらいの感じで見た方がいいかも。マイナス100度、420度から320度だから 25% ダウンぐらい、 100V だからそれぐらいが正しいのかもしれないね。 120V 仕様かなんかでしょこれ。電圧が低いのと、あと小手先、熱源から小手先まで長いっていうのを差し引いて420度設定にするとスイスイいくかも。もう一回このコンデンサやってみるね。溶けてるんだけど取れねえな。足付き部品はちょっと諦めた方がいいかもしれない。そもそも用途が違うんだけど、そんな感じっすね。チップ部品はバンバン取れるねこれ、ほら。しかもちゃんとつまめてます。これね悪くないっすよ、すぐ取れる。まあいくつも取るんだったらねヒートガン使った方がいいと思うけど、結構いいかも。まあ安っぽいけどね。ちなみに今回外してた部品ね、この大きさです。これこの大きさです。ピント合いません。まあでもこのサイズをちゃんと精密にキュッとピンセットみたいにちゃんとつかめたんで、なんか一番心配だったのはね、ガタガタで全然つかめませんみたいな、そうなると嫌だなと思ったけど、そんなことなかったね。ちゃんとできた、よかったよかった。で使い方のコツとしては、温度高め、420度で使ったらちょうどよかったです。あと多分5分ぐらいだと思うんだけど、使ってると勝手にスリープ入っちゃうんで、そういう時はこの動きで復帰します。あとまあいろんな持ち方試したけど、結局はこっち側で使った方がいいと思う、この使い方ね。あ、バラせるね、ここネジで締められるわ。あ、ズレが少なくなる。多分あんまり締めると動作が重くなっちゃうかもしれないけど、結構締めても大丈夫っぽいね。もしかしたら緩んでたのかもしれない、結構締めてる。うん、ぐらつき減った。まあ、買った時はこれグリップ引き抜けるんで、ここのネジちょっと締めてあげた方がいいかもしれないね。ちょっとグラグラが減った、ただ少し重くなりましたね。グリスも塗った方がいいかもしれない。なんかこの先端をギュッと固定してネジ締めができるような、なんか仕組みになってれば調整もっとしやすいのにね。でこんな感じでちょっと下向きにセットできるんで、これだと多分やりやすいと思う。ちょっと下側にオフセットしてる状態、これだと多分挟みやすいですね。ただこのコントローラーがね地味に邪魔なので、まあ本当は良くないけど、なんかここにもう直接コンセントつけてあげたいね。これを直接もうコンセントにガチャってつけられるような設計だとなんかもっといいと思う。ケーブル長さ十分あるんで、さらにこっちも長いと、なんか邪魔な気がする。あ、で値段なんですけど、これがね送料込みで7200円ぐらいかな。お兄さん買った時は7400円ぐらいで、今7200円ぐらいで売ってるみたいですね。気になる方はチェックしてみてください。これは 938D って書いてありますね。一応型番はメーカー名がね読めないんですよね。 YIHUA。 はい、ということでね、怪しい中華のハンダゴテを使いこなしてしまいましたので、本日のスイーツはこちら、じゃん、カリッとあんがけお芋のくんクイニーアマンファミマスイーツということでね買ってみました。クイニーアマンってなんだっけ、なんかとても美味しそうだよ。上がベタベタ、上が濡れてます。こんな感じ、なんかパンみたいなシュークリームにべっこ飴みたいなのをぶっかけた感じ。いただきます。あ、美味しいザクザクだね、上の砂糖、この上のべっこ飴みたいなところがザクザクですね、これね。で焼き芋の味とごまが結構いっぱい入ってて、とても美味しい、季節を感じました。うん、美味しい。多分中のクリームがお芋ですね。はい、ファミマスイーツ
カリッとあんがけお芋のクイニーアマン、カロリー328キロカロリー、製造者山崎製パン株式会社ということでね、はい、とても美味しいです。これごちそうさまでした。はい、今回はツイザー型のハンダゴテ購入して使ってみました。なんかもうちょっと小さいと使いやすいんじゃないかなっていう気はしますね。ちょっと大きいんすよ。あとケーブルが邪魔です。海外メーカーで JBC っていうメーカーがあるんですけど、この JBC ですね、これはハンダ絞り機なんですけど、この JBC でね、無線式のハンダゴテがもうすぐ発売されるんですよ。ちょっと値段とか分かんないんですけどね、お兄さんはそれをすごく楽しみにしております。ケーブルなくなったら楽だよね。はい、ということで熊五郎里さん出会いでは普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎里さんでした。バイバイ。チャンネル登録しない子はこれでギュー